こんにちは、超圧法の北村です。今日はですね、以前に動画で上げた胆経ね、胆のうの経絡、胆のうとはちょっと違うんですけど、胆経の解説させていただきました。胆経っていうのは足の薬指から始まってずっと横のラインを通って鼠径部、脇腹、そこから肩の方に行って頭をぐるっと回って耳の前を通ってこめかみっていう風な感じで、こう上から下まで横、真横を全体的に通ってる経絡なんですね。なので足が調子悪くても頭の調整で足が緩んだりとか、まあ、逆に、まあ、この肩こりとか肩こりを足を調整して治すなんていうこともできる、便利な経絡になっています。はい、で今回はその動画で上げた時に、コメントでセルフケア方法を教えてくださいっていうのがちょうど来てたので、それを今回は動画にしたいと思います。なんでその経絡の流れが悪くなっちゃうのかっていうのをちょっと最初に説明しようかなと思って、まあちょっと小道具を作ってみました。作ったっていうほどでもないですけど、はい、ね、人の体っていうのは口、口腔があって、その中を内臓が通って、でおしっこが出るところとかうんちが出るところとか、まあその全て管でつながってる、わかりますよね。で要は人っていうのは言うなればこういう管なんですよ。もうシンプルに管で、その管、まあちょっと横に今こう胆経を書いたんですけど、胆経ね、この、足首から始まって、まあ鼠径部通って、まあ、ざっくりとね、はい、素晴らしい絵で書いてみたんですけど、でこれ一応胆経の流れ道ね、こういうふうに人の体横から見てなってて、これが今、デスクワークとか姿勢が悪いとかスマホとかいろいろあると思うんですけど、姿勢こう悪くないですか、くしゃってね。そうすると管が潰れますよね。例えば背中が丸いって言ったら、横からしたらこんな感じ、くしゃ、ね、で背中が丸いって言ったら、まあ、こんな感じ、まあ、股関節とかってこう、まあ、こういう感じですよ、ね、こうやってくしゃってなるじゃないですか、姿勢が悪いよってね。で足もいつも曲がってます、くしゃってね、くしゃってこうなるじゃないですか、曲がってこういうこんな風に、まあ、こうなるじゃないですかね。でそうするとさっき筒だったものが潰れますよね。でこう本当は筒のものがまっすぐピンとしてれば丸かったものが、姿勢が悪いとかそういった何かしらの原因でね、くしゃって姿勢が悪くなったりとかすることによって、この丸が丸じゃなくなって潰れるんですね。で潰れると横に広がるじゃないですか、潰れると、ね、体もまっすぐだと丸い筒なんですけど、丸くなることによってくしゃって潰れるんですね。全体的にくしゃって潰れるんですね。ね、くしゃって潰れる、ね。だから横に広がっちゃうんですね。こうやってね、くしゃって、ね。そうすると、この横を通ってるその経絡っていうのは横に押し出されるイメージわかります？なんかこうやってこういうところを走ってるやつとかでも横にグッてこうなったらビンって突っ張るじゃないですか。でこの辺走ってるやつも横に引っ張られたら横に突っ張るじゃないですか。ね、で突っ張られることによって結局流れが悪くなるとか、あと突っ張った状態が、緊張状態が続くことによってそこが硬くなるとか、そういったことになって結果的に経絡の流れが悪くなるとか、あとは体がね、西洋医学的に言ったら筋膜の緊張ですよね。筋膜が横に引っ張られたまま、ね、これで固まっちゃうんで、筋膜は要は洋服着てるようなもんなんで、こうね、筋肉とか、体の組織ね、中全体に繊維状のものがこう覆われてるものがグッてこの形になったまま引っ張る、突っ張ってる状態、ね、で形が横に広がったまま固まっちゃってる、ね、そうすると横のものっていうのは流れなくなっちゃうっていうことで、そうすると、肩が伸びませんとか、あとはさっきね、この胆経だと脇の下、これが伸びませんと。だから五十肩とかもそうですね。五十肩の治療皆さんやってらっしゃるかと思うんですけど、結構この大胸筋の下部ね、これカッチカチに固まってるじゃないですか。これ思いっきり胆経の通り道なんですけど、ここなんかもカッチカチになると上がんなくなりますよね。肩の回し方によってはここで詰まって上がんなくなりますよね。ここね、肩甲胸筋のところが詰まって上がんなくなりますね。これも胆経の通り道ですね。で頭痛くなりますね。胆経の通り道ですね。全部胆経の通り道なんですよ。でそういう方は、股関節が硬くなったりとかしますよね。
これも短期の通り道なんですね。ね、あの座骨神経痛とかっていう風に患者さん来て、足の横がしびれますとか痛いですとかってね、座骨神経の経路じゃないけど、よく患者さんは座骨神経でって言うんですけど、そこも短経の通り道ですね。全部短経の流れが悪い方っていうのは姿勢が潰れてる状態になっていますね。で今回はその、まあ、セルフケア方法として調圧法を、まあ、私はやってるので、まあ、それの手技も一応兼ねた手技をちょっとやろうかなと思いますね、まあ、非常に至って簡単ね、至って簡単です。そのまずは、1個はほぐすと伸ばす、ね、ほぐすと伸ばすなんで、ほぐすだけじゃダメ、ね、伸ばすだけでもダメ、2つ一緒にやってあげないと効果は、出にくいです。出ないわけじゃなくて出にくいです、ね、ほぐすだけだとただその場がほぐれただけで、全体が緩んでいない。ストレッチ伸ばすだけだと緊張状態のところが取れてないのでただ伸びてるだけなので緩まない、ね、なのでほぐした後に伸ばす、ね、っていうのを2つやってあげるといいと思います。まあ、デスクワークなんかでよく単形デスクワークというか、姿勢が悪いとか、まあ、横が硬いから例えば出産歴があるような女性とか結構こういうところ硬くなったりとかね、痛いとか言ってらっしゃる方なんかはまずその痛い部分ね、この単形をまあ動画かなんかでググってもらって、で、あ、単形こんな感じで流れてるのねっていうのがあれば、そこをのラインですね、薬指からこの真横通ってこのラインでこういってっていうところを、マッサージ、ただ擦るだけだとちょっと取れにくいので、ここに、調圧式を軽くやります。で、調圧式だとロックとか何だとかっていう難しいことが入ってきちゃうんですけど、そういうことが分かんない方のために、簡単な方法、手を広げますね、両方広げます。で、その時に調圧式なんで手はこうベタッとしない、伸ばしちゃうとダメなんで手は丸めます。極力も指先ね、指先とこういうところしか使えません。こういうところね、こういうところしか使えません。反対の手もそう。で、こっちの手を重ねます。こういう状態。ちょっとこう手が丸まった状態ですね。こうしないですよ。こういうちょっと丸まった状態。ね、この状態でクロス。90度でいいです。角度とかも難しいことわかんないでしょうから、90度、だいたいざっくり90度。ざっくりでいいですね。90度ぐらいにやってもらったら、あとはそのラインをこする。これだけ。ガシガシ、ガシガシ。ね、気になるところで硬いなと思うところがあれば、そこをガシ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 、硬いところがあるなって手の感覚で分かる方はそうガシガシ緩めたり、こうやってやってこうやってやってで、何回やればいいってことでもないんですけど、まあ大体何もなければまあ10回ぐらいこうやって擦ってあげればいいと思いますし、何かあるなっていう場合はそこを30回ぐらい3、40回、じゃあ40回にしましょう。40回ね、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、24、24、30、40、40とね、40回いきました。それを気になるところやったら、この伸ばす単形を伸ばすから、足はこの状態だと伸びないですね。この状態だと、ね、伸びないんで、単形は薬指なんで薬指も伸ばすね、伸ばすで、こう伸ばす伸ばす伸ばす、横をしっかり伸ばす、よっと伸ばすね、やっと伸ばす伸ばすね、こう伸ばすで、こう伸ばす、ここ、こういうふうに通ってるから、こういうふうに通ってるからね、こうね通って頭の方行ってるんで、まあ、基本的にはこういうふうな感じで、よっと伸ばす、部分的に伸ばすんだったら座った状態でもいいんで、頭の方から、ここのラインを意識して、このラインを意識して伸ばす、ね、でこれは、10秒3セットぐらいですね。でこのストレッチもこう10秒とか20秒とかこうやって、ね、伸ばしてくださいなんていうストレッチよくあるんですけど、1回で伸ばしてもあんまり効果ないんですよね。なので3回やりましょうね。3回ね。でしかも 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 やったら1回戻すね、1回しっかり戻すね。でそれからもう1回2セット目、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 って言ったら戻す、で3回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう風に3回に分けて、伸ばす、ね、そうすると普通に、10の3回30秒ひたすら伸ばし続けるよりか確実に行くようになります。確実に行くようになります。なので、ストレッチは3セットやってあげるようにしてあげるといいし、患者さんにもそういう風に伝えてあげてください。3セットね。
ね、この辺とかは、手を重ねられないんで、この辺とかは仕方ないです。この辺とかはもう片手でいいんで、わしわし、わしわし、ね、わしわし。両手重ねられるところだけ、90度で重ねられるところだけ、しっかり手はバシ開いて、手はピン伸ばさないで曲げる。ね、指先を使って、わしわし。ね、ほぐせるところは、これでほぐす。こうやってね、角度さえ決まってればいいんでね、これじゃダメですよ。こうね、90度、わしわし。できないところは片手。はい、緩めたりね、それで伸ばす、はい、っていう風な感じでセルフケアなんですけど、まあ最終的にもう一回言うと、ほぐすと伸ばすをしっかりやってあげる、ね、でほぐす時にはまあ私の調圧式の場合ですね、あくまでも調圧式のマッサージのやり方で、いくと手は、指をしっかり曲げる、ね、で90度重ねる、ね、重ねて、あとはこするね、擦る、ね、擦って、気になっているところを擦るんでしょうから、そしたらそこのところを伸ばすんだけど、まあ、足はしっかり、短径なんで、薬指がしっかり伸びるようにしてあげて、下半身だったら下半身を伸ばす、伸ばす、ね、でその時も10秒に限らないんですけど、ね、ゆっくり10秒でいいですね。 1,2,3,4,5,6,7,10 って言ったら戻して、1回戻して、でもう1回ね、3,4,5,6,7,9,10見てるのを、3回あげる、はい、ね、簡単です、はい、で他の経絡の場合、単経じゃなくて他の場所も、手でやれるところは、まあ、同じかなと思いますね。両手でやってあげた方が片手でやるよりも緩みやすくなります。はい、じゃあ手のところはどうすればいいのとかっていう話なんですけど、それはまた別のお話ということで、はい、でこういうわけで今回は単形のセルフケアでした。また、ご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございます。